日常演舞の食文化日記へようこそ。さて本日の演舞はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちらケロッグのザクザク蜂蜜フレークグラノーラを食べたいと思い、ホテルグランシック監修に。前の通常版は食べたことあるんですけど、それに蜂蜜が入ったということなのでしょうか。それでは早速、こんな風になってまーす。もうおなじみですよね。はい、それでは、ではいただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。蜂蜜と言いますが、そこまで甘さが強いわけでもなく、変わらっているわけでもなくといった感じですね。まあ美味しくはあるんですけど、蜂蜜が入っているので特別通常版より甘いかというと、そんなことはなかったですね。ちょっと風味の違いはありますけど、これも通常版と同じような感じでした。なのでよく言えばほんのり甘みが入っているだけで強烈ではない、悪く言うと、本当に入ってるのかなって思えるような、そんな感じでしたね。まあ普通にザクザクとした美味しいグラノーラとして食べることができましたので、これはこちらの点数とさせていただきます。それでは風鈴よガラスとなるかな、か夏ばかり。確かに夏に風鈴チャンスだなってるイメージはありますけど、ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただき、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終了。お楽しみいただけましたか？もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。